明日に一筆、星さん。ゆるゆり青春漫画。主人公はアメリカ人の JK。その JK は昔、クソデカ書道を見たことで書道にガン決まりしてしまい、いつか書道したいと思っていたら、主人公の家族が日本に転勤することになったので日本の JK になる。そこにあった書道パフォーマンス部という、クソデカ筆を使ってクソデカ文字を書くというバエな部活に所属することになり、その主人公の憧れの JK がどうやらこじらせているようであるみたいなところから、その憧れの JK のこじらせを解消したりしつつゆるゆりしつつ、青春漫画をするという感じのクソよくできた作品。まず、絵柄がいわゆるゆり豚と呼ばれるゆるゆり式の人族好みの JK のデザインしているし、書道パフォーマンスという絵柄の動きがある部活動だったり場合を意識したコンテンツの選び方。主人公が純粋金髪美少女であり、その外人が日本の文化をいいねするというナショナリティを煽りまくる感じの選び方もべね。とりあえず、外人呼んで日本の文化を褒めさせたり、刀鍛冶やってる外人をインタビューしたりすることで視聴率が取れるのぜ。そんな感じで外人の金髪 JK に書道パフォーマンスさせるってクッソよくできたネタだなと思いました。もしアニメ化したら、ゆるゆりジャンルでワンチャンジャックポットを当てられるかもしれない夢のあるやつ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル